高漢寺は、中国の湖北省武漢市高岸区と高漢区の境界にある道路。武漢市内で最大のショッピング街の中心通りであり、延長 1.2km の歩行者天国でもある。一般に高漢寺歩行街とも呼ばれる。主に若者が買い物に行く。高漢寺は、長江に面した沿い高台道との交差部付近の高漢勘大楼から始まり、北東へ向かい、中山大道、 京関大道を横切り、開放大道までの全長約 1.55km である。うち、歩行者天国は交換関大道から京、関大道までの約 1.2km である。歩行外区間には、国内外のブランド店や、大型デパート、ショッピングモール、レストラン、ファストフード店等が立ち並んでいる。1861年の転身条約により、イギリスは、 観光に疎開を設けた。イギリスは疎開付近の土地を牛耳っていた流星と交渉し、疎開の西南端に長江から内陸まで続く道路を建設した。この道路は、青路や太平街と呼ばれ、沿道は商業街として栄えていった。1927年、国民革命軍の北伐により、イギリス疎開が廃止され、国民革命軍に接収されたとき、 う感じと解明された。ありがとうございます。